で、ビバホーム。あ、そう。これでね、初めてその4411という言葉を使ってましてね。つまり、4オア1で、4か1で、4か1っていうね、ダジャレから来てるんですよね。その4か1のための動画っていうのはね、4チューブ、なんか4つ目の前身ですよね、これが4411が。最初は四日市オンリーで四日市情報行くぜって感じでやってたんですけど、四日市だけだとちょっとさすがに幅が狭すぎるなっていうので、ちょっと広げるかっていうので、北中西地域にしてって感じで1000円って。今後4月にまた発表があると思うんですけど、四つ目を、あれですね、北中西地域から伊勢地域みたいな感じでね、変えようかなと思ってますけどね。どうしようかなっていうところ。北中西って言葉がね、あんまり使わないですからね、地元民でも。北中西って言葉使うときって、いつかって言ったら、天気予報で北中西っていうことは、北西と中西は使うことあるんですけど、北中西って天気予報ぐらいでしか使うことがないんでね、っていうところもあったりしますね。よいしょ。っていう感じかな。で、5月は何を投稿してる？そのちょっとだけ投稿したやつって。淡路島牛乳でしょ？土産物買っとったところら辺ですよね、淡路島で。で、ユタポンの動画上げてたのか。これはちょっと再生入ったんだよな。これもね、ユタポン効果のおかげでね、たまーに再生がちょろちょろって伸びるんですよね。こんな感じ。でも92か。あんまり伸びてないのに。こんな感じで。なんか、ユダ君が炎上するたびに、ちょろって あ、ここら辺でなんか炎上したんだな、またちょろって。ただもうステルイーゴのとこら辺かな。この辺りがステルイーゴのあたりかな。炎 上かな、という。あると、たまに再生がポロッと入っちゃって、あ、なんか再生入ってるっていうふうに見れます。うちぐらいの再生数だと、再生がちょろっと入るのね、一応データとして見えるんで、ね、ユダ君、またなんかやらかしたのかっていう感じで見てますけどね。っていうのがあったりします。まあ、でも100再生にもいかないかなというところですね。まあ、こっから、7月は投稿がなくて、8月から何で復活してたっけ？確かね、そんなにね、重たい動画じゃなくて、軽い動画をね、そうですね、連休休みに入って、最低限文化的な活動再開報告動画ですね。で、ここから、あそこのとこからね、板部のところから、スターステルのやつで、当時は星さんの、星の記号に、3本線が入ったの、スターステルの、記号にしてたんですけど、あれが、後々ね、メタタグになってることが分かったんで、あのやつを、先頭に入れておくと、キーワード検索で反映が最大っていう、ことからね、後々発覚してきたんで、今は全部、実は入れ替えて、ここはね、ST に切り替えましたけど、っていうのがあったりしますね。最終的に、文化的な活動報告から、雑談したのをバーッと上げて、で、ちょっと、解説系の動画をね、また入れてきましたよってことですね。まあ、YouTube のような感じで、地域情報にする必要がなくなったんで、じゃあ、ちょっと、好きな言葉とかそういうようなやつを話してみようかなと。これは結構伸びてる。実はこっそり伸びてるんですよ、この2つ。これ72再生やろ？リスクホメオスタシスリード。これを覚えることいいんですけどね。安全の最大の敵は、〇〇ってしてますから、これは、安心ですね。安心すると結局リスキーな行動を取ってしまう。でしまって、いわゆる死亡フラグの理論ですね。を死亡フラグっていうアニメによく出てくるとか、ゲームに出てくる死亡フラグっていうやつを、データ化して、本当に死亡フラグっていうのは存在するっていう、ことですね。いうのをやったってやつですね。それは結局安心するっていう方に行くと、結局めちゃくちゃリスキーな行動を取っちゃうよっていう、ところがあったりするっていうことの、やつをデータリングしたのが、そのカナダの学者さんでいて、っていうのを解説した動画ですね。これもやっぱ、でも、やっぱこうなるんですね。あそこからちょろ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 って入るっていう。やっぱってね。で、こっちの方が結構あれですね、伸びてます。これはまあ私の好きな言葉なんですけど、今もやっぱこれは再生入んだよね。ずーっと。
2再生、4再生とかですけど、君子はして動じず、町人は動じて忘れるということで、和という言葉について、解説している、論語ですよね。ですから論語で、なんで、孔子の言葉ですね。をまとめたやつの、漢文のところから引っ張ってきてるやつですけど、いや、君子っていうのは、和って言って、議論とかしてね、して、和をすることはあるんですけど、同意だけ求めることはしねえって。で、大体、しょうもないやつとか、器の小さいやつに限って、同意だけ求めてきて、議論はしねえっていうやつですね。で、なんか知らんけど、日本だと和を持ってっていう時に使う言葉、和っていう言葉を使う時に、どっちかっていうと、いやいや、まあ、妥協しましょうよ、みたいな感じでね。角を立てずに、みたいな感じで使うけど、本来の和っていう言葉は、いや、ガンガン議論しようぜ。お互いの意見ぶつけ合おうぜっていうところがあるよっていう。で、それを見て、和して同せずっていうこの言葉を見て、お、これを日本の和にしようって言って、聖徳太子が、この論語を見て、これやって言って、これを日本の基礎にしようって言って作ったのが、和をもって尊しと出すなんで、本来日本っていうのはガンガン議論しようぜっていうところなんで、同意を求めるだけで、これが日本古代の文化だって言ってるやつらは、器のついてやつだっていう話だっていうところだとしますっていうのが、これがやっぱしね、言うて、結構再生時間もいいんですよね。これ17.7ありますからね。とかっていうようなところとか言いますねっていうところです。これもちょっとまだ作り直してもいいですけどね。今も、私の好きな言葉の一つですね。好きな言葉、名言とかをあげてくださいって言われたら、絶対これあげますね。君子はしてどうせず、商人はどうしてはせずということがあげますということですね。とかっていうのがあったりします。まあ、これたりとか、あれやってたのもありますね。あと、あれなんだ。この動画ちょっと伸びたね。これもまた変わったんだよね。これはね、うちにしても珍しく、投稿直後にクイーって伸びたやつですけどね。あんまりね、わかりにくいあれですもんね、これを。中京大学と中京学院大学附属中京高等学校と中京大学附属中京高等学校と、これが今まだ中京商業学校になったり、くる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 と名前がトレードしたりとかしてね、京大校なんでね、岐阜の方じゃ中京商にしちゃおう。じゃあ中京大中京にする。じゃあもうこっちも合わせて中京学院大附属中学大中京にしようとか。元気でねえなってなる。これがお互い、それ、野球強くて、両方とも、甲子園に出場したりするんでね、これまた厄介なところなんですよね。あれ、どっちどっちみたいになるっていうね。いうのを解説してる動画ですね。今回こんな感じずっとやってくるの。多分、これを10分ごとぐらいぶった切ってくんでね。ちょっとすいませんね。そんな感じでやってきますんでね。で、あとは、いうのが、げです。これが6月。9月まで来たのか？これ9月だっけ？8月か、9月までは行ってんだね。